タロログ。はいどうも、三角杖トイック300ターンアップの藤沢です。今日はですね、僕がね三角杖300ターンアップしたストレールというねコーチング英会話スクールの受講者さんのインタビューをしました。正直ね、今回の動画もねインタビュー受けてくれた方には申し訳ないんですけど、言葉を選ばずに言うとちょっと地味なインタビューになりましたね。初回の方はねすごい点数がバーンって僕よりもね爆上がりして、2回目の方はねちょっとうまくいかなかったけどちょっと取り戻したみたいな感じなんですけど、今回の方はトイックを受けてないんですよね。前後で、まあ、先の方は受けてて、まあ、500点ぐらいだったって話だったんですけど、後の方がね僕と同じ4月のねトイックを受ける予定で中止になっちゃったんですね、緊急事態宣言で。ということでトイックの点数がどれぐらいありましたかと伝えられなくて、なのでこう分かりにくいんですよね、これぐらい成果が上がったってことは。でも仕事でね英語を使ってる方ということですごい成果は上がったよということなので、こうこれねリアルですからね、もうねストレート受けたからといってバーンって爆上がりする人ばっかりじゃないし、ドーンって失敗する人ばっかりじゃないし、ふわっと満足感がありましたよぐらいの方なので、まあそういう感じで見ていただければと思います。ではどうぞ。こんばんは、よろしくお願いします。トレイルはもういつ頃始めていつ頃終わった感じでしたか？4月からですかね。4月に終わったんですけど、ちょうど最後ら辺がですね、コロナで、はいはいはい、授業がもうオンラインに切り替わったぐらいのタイミングで最後した感じですかね。なるほどなるほど。点数とか取りました？トイックの点数とか。トイックね、受け入れてないんですよ。終わって4月で受けたところでもうちょうど延期延期で、で、IP も取得できないんですよ。あ、なるほどなるほど。じゃあなんかアセスメントテストとかそういう感じですね。アセスメントの操作、最後ちょっともう覚えですね、どうだったのかは。なるほどなるほど。じゃあその全体の感じとしてはどうでした？その3ヶ月というそれを受けてみて。3ヶ月全体の感じとしては、自分的にはかなり満足はしてますね。そうですね、まあ、説明会に足、聞かせてもらって、入会したんですけども、思ってた通りというか、そう想像したというのは内容にはなってたかなと思っててですね。で、ただちょっと3ヶ月は本当辛かったですね、ずっと。なるほどなるほど。あれですか、僕の動画見て参加していただいたって感じなんですか？あ、そうですね。もともとマンツーマンのところってあんまり検討してなかったのかな。もともと通学のスクールとか行ってたりとかイオンだったりとかそういったところ行ってたりとか、オンラインの英会話、フィリピンの英会話行ってたりとかしてたんですけども、で、マンツーマンコンサートみたいなのはやっぱり高額、かなり高額だったんで全然検討はしてなかったんです。で、藤沢さんが紹介されてて、いろんなそのマンツーマンのところを比較した結果、費用的にも内容的にもここがいいですよというので、授業1回目ぐらいですかね、動画アップされて、はいはい、でそれを見て興味を持ってもこう行こうと決めて。ああ、本当ですか、ありがたいです。で、説明から言ってもすごく即決した感じです。あ、そうなんですね。ありがたいです。なんかお仕事で英語使われてるとかですか？そうですね、一応外資系で働いてて、ここがいるので習得はしないといけないんですけども。今までは英語できないけど頑張って仕事してたってことなんですかね？今までは一応英語はちょこちょこ触れるような環境だったんですけども、はいはいはい、英語を話すっていう場面はほぼなかったんです。去年にその外資系の方に転職したので、会議だったりとかトレーニングだったりとかで、海外でのちょっと研修だったりとかあったりとかで、ちょっともう英語が結構必須になってきたので、はい、なのでちょっと少しちょっと綺麗になっていけないっていうので、いろいろちょっと英語の勉強の仕方を迷ってたところだったんです。なるほど。それは3ヶ月終わってみてお仕事の感じとかは変わりましたか？なんでしょう、英語に対してのいやいや感もなくなったっていうところがちょっとあるかな。そこはベースで大事なところで、それもあるかなっていうところがあって、ドキュメントとか結構読むのもあったりとかするので、それを言っとけば大体それでも文法だったりとか、そういうドキュメント読むところはだいぶ強くなったなと思ってます。じゃあ500点の段階から受けてみて、ちょっと仕事でちょっとドキュメントの抵抗がなくなってきたかなぐらいの感じ。そうですね。あとはちょっとヒアリングの方が、リスニングか、リスニングの方がちょっと強くなったかなというのはありますけれども、やっぱりちょっとまだやっぱりネイティブとかにベラベラっと言われると、やっぱり聞き取れないので、苦しい場面があります。じゃあ、全体の満足感としては、きつかったけど、
でもまあ満足はできた、ちょっとレベル上がった気はするって感じだったんですかね。ですね、満足はそれ自体にはもう非常に満足してて、はいはいはい、内容も本当に良かったですし、3ヶ月は本当に久しぶりにもうこんだけ勉強したなっていう。あ、分かる、それはめちゃくちゃ分かります。僕も何年ぶりにこんなに勉強しただろうと思いましたもん。それ勉強したので、そこに対しての、それとあとはまあ、勉強するっていうと習慣がついたっていうのもあるのと、まあ本当に内容も濃かったですし、まあ、こんなことはしてます。え、1日何時間くらい勉強しましたかね。1日ね、だいたい1時間半から2時間ぐらいですね。それはどうやって時間を作り出してたというか。時間っていうのは、通勤の時に、まあ、単語を聞いてたりとか、あとは、あ、そうですね、単語を聞いたりとか、デルタの本読んでるとか、で、あとは帰ってきてから、まあ、ご飯食べ終わってから、ちょっと文法のあたりをやったりとか、あとは夜ですね、まあ、10時以降とかぐらいで、あのディクテーションやったりとか、速度リリーを声出すところらへんですね。じゃあやったこととしては、まあ、僕がやったのと同じように、まあ、キクターやったりとか速度リーディングやったりとか、まあ、ディクテーションやったりみたいな感じですかね。そうですね、動画とか上げるとあのリスニング音声変化のところのアプリですとか、あー、アプリね、はい、あとは、まあ、文法のパグラマーだったりとか、まあ、ビデオを視聴したりとかですかね。あとはちょっと違うところかもですが、僕は会話をちょっとあの最終的な形で習得したりとはお話ししていたので、大体3ヶ月目入ったぐらいあたりから、ちょっとあの英作文みたいなところの課題が一つ入って、英作文なんか、Define the meaning by meaning。ちょっと知らないでした、そういう練習があったんですね。確かに課題だったんですけど、なんか、あるものに対して、そのものを、まあ、例えば知らない人、とか言うとしたら、その方に対してどういうものなのかっていうのを説明する英作文を作るみたいな宿題の課題だったんです。なんか例えば、まあ、ワードがサッカーだったりとかしたら、サッカーを他の人に分かるように説明しなさいよ。あ、サッカーってのは足でボールを蹴るスポーツですよとか、世界で一番人気のあるスポーツなんですよとか、ね、ブラジルが強いんですよとか、なんかそういう簡単な、まあ、宣伝するを3つぐらい作って、そのワードを説明するみたいな課題です。へぇ、じゃあトレーナーとかのこう印象というか、どんな人でした？いい人でした？いい人でした。そうですね、かなりいい人でしたね。あ、本当ですか。なんか、頭の良さそうな感じでした。まあ、熱心に本当に指導してくれまして、まあ、本当に僕の弱いとこ強いとこっていうのはかなり把握されててですね、まあ、僕が弱いんで重点的にこう勉強しなさいよとか、まあ、ここら辺はもうできてきてますねとか、まあ、そういったところを把握した上で、まあ、しましの課題とか出してくれてたりとかしたので、その昔にすごい良かったなと思います。3ヶ月の期間が終わった後の学習っていうのは結構継続できてますか、されてますかね。そうですね、今はその DMM の英会話になるんですけど。あ、DMM の英会話。はい、それはちょっと今ずっと続けています。文法とか、まあ、リスニングだったりとか、まあ、そういったところを、まあ、鍛えるところかなと思います。そのあたりはだいぶ習得できたかなと思ったので、まあ、次はちょっとやっぱり必要な会話っていうところをちょっと見つけたいので、なので、DMM の方をやって、まあ、オートライスに持ってからやっていく形になります。まあ、それみたいな文法の知識とかこう基本的な単語力とかを身につけて会話に進んでいる途中と。そうですね。これからストレル受けたいなと思ってる人とか、どうしようかな、どんな感じかなと思ってる人に関して何か伝えたいこととかありますかね。だけど受けた方は絶対満足するんじゃないかなっていうようなイメージはあるんですけども、これ最終的にボールを見せるしか、なんかもう決めておいて、大体数があったっていうところを、まあ、明確にしておいて、それに向かって、まあ、それを受講すれば、
近道にすごい人にお勧めできるかなと思います。それがもうすぐにでもやっぱ会話しないといけないんだっていうような方であればちょっとそれが少し困りになるかもしれないなという感じは受けています。例えばメールを書くとか、まあ、ドキュメントを読むとか、なんかライティングをするとか、リスニングとか、またまあ例えば受験だったりとか教育の点数が必要とか載せた方とかであればすごい早く、まあ、短い期間で習得できるというところがすごいおすすめだと思います。やっぱり毎日1時間半ぐらい勉強するのって普通はめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、やっぱりトレーナーに週に1回会って話すわけじゃないですか。それによってこうモチベーションが維持されたって部分は大きいですよね。そうですね、そこはね、僕の人としてはもう一番大きいところかなと思っててですね、やっぱりサボりそうなところがあるので、誰かにこう監視されて、これしろよって言われてたら、そう押し方がないとちょっとやらないところがあるので、週一で通学するとはいえ、専任の、先生がついていますんで、まあ、大体1週間どんだけやってきたかとか、もうどんだけ勉強したかとか、そういうのはもうね、次、翌週に大体話して、テストちょっと受けたら大体分かっちゃうので。そうですね、そうなんですよね、そうなんですよね。もう単語もね、例えば1週間で、1日100個で600個覚えてきてくれてもらったら、もう覚えないといけないですし、いや、その本当その通り、その通りですね。もうテスト受けたらすぐにバレちゃうんで、ですから、まあ、絶対やらないといけないので、なので、仕事が結構忙しかった、残業した時でも、まあ、ちょっと体調悪い時でも、英語のことばっかり頭で考えていて、もう離れなくて、もうやらないといけないなっていうのがあったので、毎日毎日続けたの、強制的に続けたっていうのはすごいもう一番大きかったかなと思います。はい、遅い時間ありがとうございます。じゃあ失礼します。はい、失礼します。はい、ということでインタビュー終わりましたね。いや、なんかこうめちゃくちゃうまくいったとか全然ダメだったとか、そういう感じでもなんかこうニュートラルな感じの方でしたね。まあ、それでもね、全然それ自体のトレーナーさんの指導とかに関してはもうすごい満足されているということで、まあ、しかもね、僕の動画見て、ね、入ってくれたということですごい嬉しい限りですね。無料体験ね、オンラインだけでもできますのでね、ぜひ下の概要欄に貼ってますので、それよりホームページ覗いてみてください。このチャンネルではですね、僕と太郎さんが初心者の方にね、英語の勉強する勇気を与える動画をね、たくさん投稿していますので、ぜひチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。またねー。